天井川とは、砂礫の堆積により川床が周辺の平面地よりも高くなった川である。川に堤防が作られ、氾濫がなくなると、川床に堆積した土砂の上を川が流れるようになり、次第に川床が上昇する。これに合わせて堤防を高くすることを繰り返すと天井川になる。天井川が氾濫すると川床の方が周囲より高く。 川に水を戻しにくいため被害が大きくなる。天井川が廃川になった旧河道は堆積した砂礫により水はけが良く基礎の支持力も発揮されるため宅地として利用しやすい。人口密集地など土地利用が進んでいる地域の河川を中心に国土交通省や都道府県が河川の付け替え、拡幅などの公共事業を実施している。河川の改修が 地理的に困難な場合には立港などで対応している。現在、全国29の都道府県に少なくとも240が存在する。うち半分の122が関西地方に、中でも滋賀県には3分の1にあたる81が存在する。JR 奈良線のトンネルの上を流れる多摩川、中国の甲川、天井川となっている。中国西部には、 黄土高原が広がっているが、これは大地のさらに西方から風で飛ばされた高砂が長い、年月をかけて堆積したもので、黄河では乾燥した大地から流れ出した高砂が長い、年月をかけて沈積し上がって天井側となった。古代から中国の歴代の皇帝にとって、黄河の治水事業は最大の難題であった。天井側の道路トンネルの例、高川が流れる、 水路橋の下を大阪府道145号がくぐっている。天井側の鉄道トンネルの例。旧草津川の下を琵琶湖線がくぐる。天井側によっては川床が高くなりすぎ、川床の下にトンネルを掘って交通を通している例もある。こうしたトンネルを総称して天井側トンネルという。関西ではかつて万歩、万歩、マブなどと呼んでいた。東海道本線は、 九草津川、芦屋川及び住吉川を、それぞれ天井川トンネルで抜けている。かつて、東海道本線は、石屋川を天井川トンネルでくぐっていたが、この石屋川トンネルは日本で最初の鉄道用トンネルであった。また、JR 奈良線、片町線、近鉄京都線も京都盆地南部において、複数の天井川トンネルを持つ。愛媛県西条市にある、 大明神川では、現在も JR 四国の予算線線路が川の下を通り、車両が通過している。岐阜県養老郡養老町の小倉谷では、養老鉄道が河川下のレンガ造りのトンネルを通過している。ありがとうございます。